WD40 リピート、WD リピートあるいは β トランスデューシンリピートとしても知られるは、およそ40アミノ酸の短いモチーフ構造の繰り返しでできている。この繰り返しは、多くのバイトリプトファンマイナスアスパラギン酸のペプチド配列で終わっていることからこの名前がついた。このリピート配列がいくつかつながって筒状構造を取る。 WD40 ドメイン含有タンパク質は4から16の反復単位を有し、これらが環状 β プロペラ構造を形成すると考えられている。WD40 ドメインはいくつかのリピートからなっている。一つのリピートは最初に約20残機の可変領域、次に共通の反復残機のセットで構成されている。これらの反復は典型的には 4本鎖の逆平行 β シート、またはブレードを形成する。これらのブレードが会合することでプロペラを形成し、最も一般的なものは7ブレードの β プロペラである。ブレードは連動して、1つのリピートの最後の β ストランドが次のリピートの最初の3つと形成され、3次元ブレード構造を形成する。 WD40 リピートタンパク質はすべての真核生物に見られる大きなファミリーであり、シグナル伝達及び転写調節から細胞周期制御、オートファジー及びアポトーシスに至るまで様々な機能に関与している。WD40 リピートタンパク質に共通する基本的な機能としては多くのタンパク質からなる複合体の組み立てを助けることである。このため、 反復単位がタンパク質相互作用のためのしっかりした足場として働く。相互作用するタンパク質に対する特異性は反復配列外の配列によって決定される。このような複合体の例は G タンパク質、ドッフィー転写因子及び E3 指キチンリガーゼである。人ゲノム配列によれば WD40 リピート配列は8番目に。 大きなタンパク質ファミリーです。以下に例を挙げる。ありがとうございます。